らをこうなる。どこ？美人やな。やっぱこっちの方があれだね。うん。足まで映る、なかなか、なかなかないやつ。なかなかないね。どうもです。そう、焼き鳥。そう、焼き鳥行きました、嬉しい。焼き鳥。焼き鳥行きましたよ。食べた、美味しかった。なんかさ、逆にうちら静かになるね。確かに、確かに、確かに。え、サラが静かになる。ああ、そういうことか。そう、さっきまでめちゃめちゃ話しとったんやけど、そう、サラは、うん、いつもそう。ああ、確かに。本当にいつもそう。サラもたまに見る、ショールームメンバー、うせぇ、なんでだから多分100回は見とるんじゃないかな。なんでえ、なんかさ、気になる。何、どんなこと会話しとるんやろ、ファンの人と、と思って。人のメンバーの配信とかほぼ見たことない。うん、私結構見るよ。そう、あの、2期生ちゃんが加入した当初とか、うん、関わりなかったからどんな子かわからんすぎて、うん、逆にめっちゃ見よった。へえ。いろんなメンバーのルーム入ってて全然見らん。マジ本当に見たことない、ほぼ。めっちゃ見るんやけど、逆に。あ、マイキューさんは一時期めっちゃ見よった。もうちゃんと見とったんです、フルで。フルで、うん、すごっ。お風呂入ってる時に普通にもう声だけずっと聞こえてくるとか、あ、普通に見とった。うちおさんも見とった時もある。あ、ね、あんま見んなんだ。じゃん、人のショールーム本当に見らん。え、それ以外本当に見たことないかも。2期とかもほぼ見てないし。ああ、2期生とか本当にほぼ見たことない。うちも同期は見んかもな。胸行きとなっちゃうのとか見たことある。あ、ただで見るのは大体ご飯誘おうかなとかで見たりとか、今何してるんかなで見るだけで。なるほどね。そう、確かにあるよね。なんか普通に見るはない。マジ、私なんか暇な時とか見る。お、見る。えぇ、ー、面白い。なんかさ、夕方頃5時台とかにさ、あんま メンバーさんやんじゃん。うんうんうん、そういう時に通知来たら、えみたいな思って。へぇ、さあ、朝配信とか全然してないな。あ、それもしてないわ。私も中学校の時はしよったけど、もうね、学校行かんくなってやめた。おきんも、確かに、おきんも、確かに、それはそう。どうも、こんばんは。今日さあ、何喋っとる？見とる時。何喋っとる？こんばんはじゃないか。喋ってないかもしれない。いや、覚え、なんか喋っとるんやけどね。喋っとるんやけど、何喋っとっただろう。じゃ、本当になんともない配信を見とるんだ。うん、こう企画とかを逆にそんな民家もうち、うんうん、してないさ。うん。へ、こんばんは。今日は確かにマヒラさんいつも夕方やっとる。あ、そう、マヒラさんとかなんか意味わからん時間に、うん、え、サラは千代さんとマヒラさんだけフォローしとる今。なんで私のこと話してるの？おかしいやろ。絶対して、絶対して。2人だけフォローしてる。なんで絶対して。毎日通知来るでしょ。ああ、そう、毎日やってるわ。しかもこのぐらいの時間帯から毎日来てる。え、そう、確かにね。千代さんとマヒホノ、あ、と小栗ゆいさんだけしとって、うん、矢野さんは消えたから。あ、そっか。で、だから矢野さんの代わりにソラハがほぼ見ない、通知が来るだけ。ああ、分かるよ。うちも、あ、全員フォローしても STM メンバー、やば、一日何十回も来る。え、そう、だからショールームイベントってやばい。ピョンピョンピョンみたいな。めちゃめちゃ来るよ、ショールームイベントの時は。へえ、面白そう。でも、え、うん、しとったら、うん、なんかね、みんなおもろいよ。めちゃくちゃ意外と見とったら。あ、研究生ちゃんとかさ、マジでどんな子かまだ分からんから、あ、そう、見とるかもしれん、めちゃくちゃ。へえ、サラピー何しとったよ。配信時間トップ3、アンピーパセリ福ちゃんって。え、高尾彩子じゃないん？あ、確かに、なんかめっちゃイメージあるね。イメージあるね。ね、確かに。でもアンピーやってるよ。なんか6時ぐらいから結構いつもやってる。パセリそんなやっとるんや。うん、なんか毎日3時間ぐらいしとるよ。何を喋っとんそんな毎日。みんながさ、コメントはで、こう話題広げるのが得意なんじゃない？一個に対しての。へぇ、あ、フォーク、うん、そう、今日は急
今日はなんと吉田沙羅ちゃんからご飯のお誘いを受けましてめっちゃ嬉しかったんですよ。めちゃくちゃ。そういやなんかさ、さっきも言ったけど今日落語の初稽古だったんですよね、ズーム で。その時になんか めちゃくちゃ怒られたのもないしあれだったんだけど、緊張しすぎてやばかったんよ。で終わった後に放心状態になって、もう えもうやばい、どうしよう、やばいってなった時に、やばい、ここもうないものと思っとった。もうやばいっていう時になんか夜ご飯何しますみたいな、なんか LINE が来て、何のスクショそれ、あれ後ろタップ 2あ、そういうことスクショされた、うん、でサラピから LINE が来て、えこれもしかしてご飯のお誘いなんじゃないと思って、はい、ちょっとテンションが上がって、うん、生き返ったんよ。嘘ほんま、マジで。あ、これちょっとあのが全部映った、うちのやつ全部映ってるから、これならんの、あ、ハマらんタイプか、あれにしたかったのに、うちのやつ全部あの YouTuber がね、よくやりあるよね、サムネってやつやりたこれ頭皮おもろいね。じゃーん、でスフレチーズ、あ、ユーチューバー画角、あ、ほんとだ全然小さいのに、そうサムネ撮ってみたね、やったー、いただきます。スフレ、チーズスフレみたいなやつです。美味しそうでしょ。これはデザートです。え、どう、普通に美味しい。さっきも唐揚げ落とされました。ね、ごめん、サラピのお家汚しまくるやつ出禁になるかもしれん、もう2人目は落ちない、うん、ここにしか行って、あ、やば画角から消えとる、スラハの画角全部映るわ、何でも映る、確かにね、良くないわ。こんばんは、あ、髪の毛ついてるよ。あ、ごめん、さっきもね、さっきも焼き鳥屋さんで、意外とサラピと仲いいんです、こう見えてね。いや、絶対仲良くならんと思ってた。いや、それはもう、それこれ、もう言ったことあるけど、ほんまに絶対に怖い人だと思ってたから、分かり合えない人種だと思っとった。うん、ほんまに意気投合する、あれはないと思ってた。うん私もなんかね、前髪がこのアイロン、サロニアのアイロンでしか負けないみたいな聞いた時にで、それでメイクさん、いや、それ、なんかさ、それもなんか違うで、それを聞いてメイクさんが言っとって、うん、で、私サロニア持ってなくて、みたいな、うん、なんか、え？みたいな顔されて、なんかそれって言われて、うん、全く記憶にない、で、もうほんまにショックないよ、もうほんまに、多分前浜、あ、かな、ありますかって聞いたのは覚えてるけど、それが うん、あのメイクさんやとかは全く覚えてない。え、で、多分それかなって言われ、そう言われてね、うん、で、もうそれから、え、もうじゃあ怖い人だと思ってなんで、どういうこと、アイロンでアイロンで怖い子ってどういうこと、え、だから可愛いよ、だからアイロン、自分、そのサロニアじゃないと、うん、サロニア持ってないメイクさんがいたらもうすぐ切れる子だと思ったよ。なんか切れてないんだけど、うんうんうん、それを聞いた時に勝手に脳内変化してん、うん、あ、そういうことね、そう、あ、もう切れる子だって、おもろで、なんじゃもう、うん、サロニアのその前髪だけで切れるんだったら何しても切れられるかと思って、うん、おもろすぎる、それは。で、うん、もう怖かったんよ、初め、なんだそれ、面白すぎる、しかも身長高いし、お顔が強いし、年上やし、え、そうで、なんか髪の毛黒髪でロングで綺麗だし、なんか意味がわからん、それは偏見、偏見、そうで、もう偏見、ザ偏見みたいので、私は、うん、あ、もうサラピーちゃんは無理だみたいな、だから、あ、もう無理だろうなって思うんですけど、うん、なんか意外と、なんか いるんだよね、一緒にね、アイロンおもろい、そう、アイロン事件、前髪なんかすごい前髪が綺麗だしさ、大切にしてるんだろうなってすごい思うんだけど、おもろい、そう、それをね、聞いて脳内で変換されたよ。でもさ、そのアイロンの話を、うん、例えばリッセンちゃんが言っとったとか聞いても、うん、そう多分思わんじゃん、うんうん、けどもそれも多分最初のイメージでしかない、そう、イメージなんだと思う、うん、おもろ、なんかほんまに、だって他の子がさ、別に、うん、サロニアのアイロンがないと無理って言っとったって言っても、なんか、うんうんうん、そうなので終わる話を、うんうん、この子が言われるサラピアから、怖いって言われる、
なんかほんまに喋ったら全然印象変わる。でもいつ喋ったっけ。いつ喋ったんだろうね。え、マジで何。今じゃもうこれを出せるぐらいの、なんほらもうなんともない人になったよ、うんうん、ね、そうだよね、うん、びっくりだよ。前髪ないよ、だってね、ね、またごめん、ごめん。うるさい人だと思ってた、意外じゃない、それもそれで。え、なんかうるさいっていうか、こう無口で、なんか圧みたいなかと思ってた。逆にそう、喋らんから喋らんから圧かなと思ってたよ、うん、でも全然、超おもろい。喋らんの思う、超おもろいんだけど。全然実は、人見知り説がある、自分の中でも。あー、確かにね。なんか無口のイメージあったんかも。実は先輩とかの前だと、うん、初めはね。うん。最初から喋っとった先輩って誰なの。え、分からんな。ね。え、でもなんか、でも遅い方。うん、遅いと思う。おらん。あ、うん。でもなんか、なんかに、まいちゃんにさ、うん、メルティーキッスをあげた。え、そう、あれで、え、まいちゃんにはめっちゃ行くやんと思っとったら、あ、まいちゃん、おしめなんかと思って。え、じゃあ、あの、ドラさんなのに避けられとるって、またそれで、おしめやから行くの当たり前やん。でも、そう、避けられとるんやと思って、さらに多分それで無理だった。怖くなったんだけど。奥さんにも別に、え、言ってなかったね、うん、どっちかっていうとまだ最近っていうか、うん、遅い方で、うん、そう、遅い方。そう、推しメンだったら、まあ確かにそら行くよねって感じ。そう、奥さんも遅い方。うんうんうん。でも割と遅い方かも、めっちゃ仲いいし。矢野さんも、あ、まひなさんも、アリちゃんもみんな遅い方。あ、確かに。でもなんかあるあるな気がする。高校生の時とかも、うんうん、中高の時も最初仲良かった子って仲良くならんと。え、わかる。なんか最初絶対仲良くならんって思っとった人ほど仲良くなる、うん、さ、池田も2期生の中では全然仲良くなかった最初、うん、ほぼ喋ったことなかった、うん、確かにイメージがない。もう絶対関わらなさそうな2人やもん。でも最初から仲いいのは、うん、逆に田中美穂とか弥生とかは最初から南とか、うん、そう、そうよ。みんないなくなっちゃう。みんないなくなっちゃって。え、ほんとじゃん。いや、そう、ほんとに初期から仲いい人、もうみんな辞めていく。え、やだ。大丈夫だよ、スラは辞めない。でも後から仲良くなってきた。あ、そっか。そっかそっか。あ、ね、あやぱん、あやぱん別に話すよ。全く話さんわけではない、うん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 、ただ、あやぱん自体がそんな話さんかも、うん、人とわちゃわちゃ、うんうんうん、なんか必要ある時は話すって感じ、うんうんうん、さ、リセンちゃんとかもそう、めっちゃ喋るわけじゃないけど、あ、でも多分喋ったの見たことある。全然2人とも推しとるファンの人とかに仲悪いでしょとか言われる、うん、そんなことないよね。え、逆にさ、サラピさ、みんなといい感じ。そうだよ、意外とね、うん、え、そうなの、意外と、うん、意見なんか誰かと関わったら意外だねって言われる。いやー、え、サコちゃん話してますよ。めっちゃ話してるね。え、うん、しかもサコちゃんから来てくれるよ、どっちかっていうと。そうなんよ、そうなんよ。え、そうよ。そう、この前なんかサコちゃんと話しよって、うん、みたいな、みたいな、それもなんかびっくりしたんよ。サコちゃんってなった。サコちゃんサラと喋るとき全然子供じゃない。ああ、確かに、ちょっと大人っぽくなるよね、うん、考えがね、大人やもんね、うん、だからみんなにはさ、先輩とかとかに、え、そう、え、そう、そら、アンナちゃんもそう、なんか、そう言っとったな、気づいた、うん、みんな気づいた、うんうん、なんか可愛い可愛いってみんながする人のことをサラはせん、うん、けん、相手も普通、あ、アリちゃんとかも全然普通やし、確かにね、アンナちゃんも別に普通、普通やし、うん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 、あれも、そう、それこそサコちゃんとかも全然そんななんか、うんうんうん、って感じ、確かに、うんね、ほら、珍しいって言われる、あーね、そう。あの、びっくりしてる。動いてるサラピア初めて見たのって。そういうこと。やば。ほら、未だにこのピア少しだけ違和感持ち合わせてます。私結構ね、あ、サラピと遊んだ時めちゃくちゃメールとかに書いたりするんやけど、意外と遊んでるっていうかさ、もうあれじゃない、最初のイメージ。あー、確かにね。みんなも多分ね、めっちゃ変わるよ、印象。めっちゃおもろい。なんかさ、ツイートのお話し会のさ、なんかツイートでさ、喋、うん、ったら印象変わるって言われるじゃん。めっちゃ言われる。え、マジで変わるよ。めっちゃ言われる。ほんまにめっちゃおもろいもん。めっちゃ言われる。サラピのことほんまにめっちゃ信用しとるから。急に。え、だから、なんていうの、なんていうの、なんかいろんな意味の信用だけど、うん、この前も髪型聞いたやん。
あで、あそれ千穂さんにも言われる。でもそうなんかサラピはもう似合わないと思ったら似合わないってちゃんと決めるよ。え、そらそれが嬉しいよ。似合うよ似合うよってメイクさんとか何でも言ってくれるやん。でもやっぱ旗から見たのって大事やん。メイクさんは誰でも可愛いって言ってくださるから嬉しい、ね、一般目線だから私は。え、そうだからすっごいありがたいの。この前めっちゃ高いツインテール髪の毛の、うん、途中の時にこれで出たらどう思うみたいな。え、ダメみたいな。ちゃんとこうズバッて言ってくれるから気持ちいいんだよね、うん、うちが優柔不断だからかも。でもそんなイメージないけどな。え、めっちゃバッサリ決めるイメージある。なんでもうち、うん、まあ、決めれん意外。え、ショールームイベントもそうやってやん。なんかめっちゃしててまあいろいろあったけど、なんかほん意外とバッサリできんのよ。サラビもそういうのもちゃんとさ、うん、もう自分の意思が固まったらもうバサッじゃん、うんうんうん、うちほんまにもいいね、優柔不断なんよ。ねえ、マジでね、バッサリなんですよ。あ、そうよ、そう、サラピと新大久保行ったもんね、ストーリー。あ、行った。それの靴下持ってるじゃん。持ってる私がね、一緒にしようって言って買って。そう、あの買って、勝手に押し付けたって言っても別に間違ってない。プレゼントしてくれた。そう、プレゼントしました、うん、初期の印象はお掃除お姉さん。いろんなメンバーのなんか断捨離してたイメージある。あ、そう、初期は、うん、そう、確かにそう。なんかサラピオがないとみたいな言ってたもん。なっちゃん、工藤、パセリも、あ、言ってた、ムネギとかね、本当にめ、うん、すごいよね。ソラピーだって。ソラピーなんかソラハのさ、ニックネームみたいな。ソラピーあったよ、ソラピー。そうだよ、そう、チャラい人から守ってくれたんですよ、サラピー。あ、その話したんだ。うん、あの、どうせ私は出れないんでって。なんで鼻垂れかもしれんじゃん。だから、でもチャートリがいいんだろうなと思って、うん、だからちょっと鼻垂れだよ。でもね、嬉しいよ、それさっきね、話しよって。でもこのサラピーのファンの方々は知らん。もっと好きになるかもよ、サラピーのこと。え、サラピー、あ、その話、その話したら、え、イケメンじゃん。手つないだな、あれだよ。手つないだってちょっと語弊があるけど、つないだじゃん。あの、触れただけ。つないだわけだ、触れただけ。インスタストーリー、そう、カフェ行った時、うん、そうなんです、クルージングがあった日。そう、嬉しかった。イケメンです、サラピ。お疲れ様です。サラピの実は優しいエピソードをくれだって。え、だからそれよ、実はっていうか、バリイケメンやったよな、うん、本当に。え、あれあれは、え、でもソラハもさ、うん、このお会計終わった後やったからさ、こう下向いて歩いてたからさ、何か分からんかったよ。で、なんかなんだと思ったら、ソラピがこうズバッて言ってくれて、えっ、キョン、キョンやったよ、心の中が。めっちゃ嬉しかったよね。それをソラピの生誕祭出れたら、花だれだったら出れる可能性がまあ 50% あるから、その時に言いますね。チャートリやったらゼロ。え、ゼロやから、なんかあの手紙待ってます。絶対それやったら笑ってしまう。しかもそれだけ、そらはよりという、そのエピソードだけしか書かんから、うんうん、ってなるんやけど、こういう時に守ってくれてって、おもろい、優しいなって思いました。それやったらめっちゃおもろい。手紙5行ぐらいで終わる手紙で、ちょっと待ったら出てくるかもしれない。逆にじゃあ、あったあった本人登場。去年もアリちゃんに、って言ったわ。あれ千穂さんと勝手に思い込んだだけ。あるよね、うん、思い込んでた。どうやって決めてるんだ、って出てしまった。チャートリーでも来ればいいやん。優しい、言っていいんですか。私実はもしかしたらチャートリーだったかもしれないから、ね、本当に、本当ですかね、これ本当に。だからね、アリちゃんさんかソラハだったんだから、まあ、その選択っていうか、もうどっちか立候補したよね。で、その時めちゃくちゃ忙しかったから、みんなポジションが覚えれんかったよね。でもソラハはその時瀬戸マイクと瀬戸セブン兼任しとったから、うん、で3つ目になるってこと。そう、3つ目、で2つ兼任しとる人はめっちゃおったんよ、うん、だからうわ、これ3つ目兼任したいなって思っとったら、うん、あのくじで負けて、そう、ゆりさんから LINE 来たもん、ごめんって、アリちゃんだった、ソラごめんねみたいな。そう、本当だったらね、どっちかってなってたら私。チャートリオールの想像つかん。
え、どうするよ、めっちゃできる、おしとやかに、え、できる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 よ、もうで全然チャーミングトリップです、こうやる、あ、どうやろう、え、チャーミングトリップだね、チャーミングトリップです、こんな、こんな人、え、マジでダメだな、できる、そんな、なんかぶりっこな萌え台詞とか言わされるよ、え、帰るかも、もう MC 電化持ち、あ、ちょっとサラも、サラも、もうチャートリのせいで何度そういうことをさせられたか、ユートチャー時代から、あれ、何度させられたか、サラできるからな、意外とできるかもしれないよね、で、しかもそういう時だけね、この人たちは拍手してくるよ、でもねレアだからね、私もやらんからそういうの、無理だな、だって、うわ。みんな無理だ、ギャグになりそうわ、いや、うわ、最悪、みんなスラハが本気出したらどうなるか分からへんやろほんまにそうなのかもしれへんね一番かもしれへんおもろい、うん、それで、うん、まあ、意外といけますからね、ギャップ萌え、確かにね、サラピギャップ萌えだわ、なんか、そんな萌え台詞言われたら、えっ!ってなるウケる、えね、ね、わかる、え、だから、そう、チャートリに入ってたら変わってたんや、多分こんな MC で、あ、そういうこと、やってなかったかもしれない、え、でも田中美穂はそう思う、あ、ねマイカーじゃなかったらあんなうるさくなかった、絶対え、しかもマイカーもそうだし、そう、四国とマイカーの県にゆうかちゃんと一緒やから、あ、確かに、そう、ゆうかちゃんが結構なんか四国の方でいじっとった記憶があるよね、で、そっからの延長でマイカーでも、あ、なんかめっちゃはっちゃけてくれるようになって、良さがね、最初びっくりしたもん、マジ、マジ、確かにね、そらもうほんまにお嬢様で、こうあんまり、なんだろうね、そういうガツガツ喋る系とか回す系とかじゃなく、うんうん、思ってたからびっくりしたもん、ね、おもろいですよね、ね、うーん、ね、福岡弁喋ってよ、福岡弁、博多弁、なんだろう、九州の、え、でもなんか敬語でらん、あー、じゃあタメ口で、今だけなるよ。え、なんやろ、なんがあるんかな。なんがあるんかな、もう違うんかな。でも違うんかな、ニートル。ああ、そっか。待って、関西弁。関西弁。めっちゃ出とる。嘘。イントネーション。ああ、うん。今日もめっちゃ直された。イントネーションが違いますか。ああ、落語。ペキ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 。無理よね。あ、デラン。デラン。デランってほら、デランって福岡なんじゃない、水筒湯は言わん、あ、言う人おらん、そもそも、確かにね、告白の時にさ、うん、水筒湯って言われたら、ほらほらほら、なるほど、ほらね、もう、なんだろうな、福岡、早く福岡案内してよ、福岡、なんか実家に来ようとしてます、勝手にそう、え、お正月の年越し配信したらね、スラッピが、うん、明けましておめでとうございますみたいな、今年も帰ってきましょうねみたいな、一人で寂しいのでどうたらこうたらみたいな、うん、ツイートかなんかしとったけど、うん、あ、寂しいんだなと思ったよ、そう、してくれて、なんかちょうど帰ってはなかった、帰ってたね、帰っとって、なんかアップルパイ作ってなかった、あ、作っとった、で、それで、あ、家、マジ家やんと思って、うん、うわ、家きれい、生きてって思って配信見た、配信見てで、なんか写真のツイートを見て、うん、え、何これ、めっちゃカフェみたいな家やんと思って、あれ椅子だよ、え、椅子なの裏側言っちゃって大丈夫あれ椅子で、それでもう嬉しくなっちゃって、うん、テンション上がってたし、で今もう全然気持ち変わってないけど、行きたいとかな、そう、ママ大した家じゃん、普通の家、え、いや、違う、ちょっとね、あの良さそうな家だった、あの普通に、普通の家、なんか見せてくれたやん、家、なんかの、あ、犬、うん、犬のバッグ、犬が走っとるやつ、そう、バッグとか見て、うわ素敵な家やなと思って、でもさ、うん、一軒家ってやっぱいいよな、ええ場所がいい、でも一軒家に住んどったけマンション憧れあったけど、うん、住んだらめんどくさい、うん、確かにね、それはある、そう、だからお家に行ってお姉さんとお姉さん誰、彼氏お姉さんに挨拶をして、で、お母さんも一回ね、チラッと見たことあるんですよ、遠目で、あ、TGC の時、そう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 、で、そんで、見た時にうわ、めっちゃ美人やんと思って、だから、またそちらも挨拶したいですしで、パパさんともお会いしてみたい、何のご挨拶
あの彼氏やん。しかもさ、めちゃくちゃびっくりするぐらい仲いいとかってわけでもないのにさ。ご挨拶、うん、ご挨拶です。うん、3年後ぐらいに。え、言ったよ、言ったからね。皆さん覚えててください。3年ぐらい私家行って配信しますね。さあ、皆さん料理配信する。さあ、神、それはなんかあの横から出すわ。映らず、映らず横から出すね。マジでね、お会いしてみたい。どっちになの、パパママどっちにか。お母さん。あ、うん、全部お母さん。うん、全くもって素敵やな。うん、うん、覚えてね。3年後挨拶していいらしい。嬉しい。3年後です。行きますね。なんかそれまでに、うん、誰だよね、ちょっとおばあちゃんとかおじいちゃんとか。何の挨拶、それは何の挨拶。犬がいるからね。でも千代さんが犬に会いたいって言った。うん、うわ、かわいい。名前は、お、非公開、非公開。あ、そうなんだ。そうだよ。ねえ、かわいい。ずっとこれ遊びよった。うん、噛んでくるけん。え、女の子、うん、うん、パジャマを噛んできて、ずっとこれ。ねえ、かわいいね。ずっと遊んどった。でもしかしたら私ね、なんか出るかもしれないよ、過去にね。アレルギー。過去に出たことあるよ。でもね、検査しても犬じゃないって言われるんよ。え、かわいい。ねえ、目細っ。ひなたぼっこ。かわいい、かわいいんだけどね。私何でも言っちゃうからさ、うん、すごいね、ちゃんとこう非公開。え、非公開だからダメだよ、ダメだよ、非公開ですって。そうだよ。いや、口滑らせなかったですね。名前絶対千代さんにも、うん、千代さんに名前聞かれたで普通に教えたけど、うん、絶対配信とかで言っちゃダメだよ。千代さんいつか言いそう。確かに。あ、大丈夫だ。いつか言いそう。ごめん、言ってしまったとか言って。ありそう。ちょっと千代さんに聞かれたら答えざるを得んかった、うん、ああ、それが配信終わった後に聞いたら無理。無理。なんでやねん、もういいやんか。じゃあ3年後だ、それも全部3年後にしよう。あの、来たら、サラが呼んどるので、うん、あ、そうやな、で気づくみたいな、うん、そうしよう。チョウさんは犬に会いたいらしい。うん、あと福岡行きたいけん。あーね、確かにね。おお、すごいね。そう、髪の毛食べてくる。コメントにあったもん、髪の毛食べてくる。え、配信中、その配信は見たことない？うん、見たことない。ずっとここピョンピョン飛んできて、うん、こうやってそうか食べられる。なんか犬若い頃食べる、髪の毛、うん、え、一匹目の時も食べられよと、うん、だけど寝っ転がったら食べられる。え、怖い、すごいね。 それは犬が、え、多分、2匹とも。あーね、うーん、ね、あ、懐かしいやつ見つけた。え、いやー、イモスじゃん。これ10月だよ、もう3ヶ月前だ。え、マジ、うん、超楽しかったよね、うん、の車が楽しかったね。これ載せてないや、送ってもないメールで。確かにね。なんだっけこれ、カツオのたたき。カツオ食べたやつ。そう、高知のイモスでね、あの水切り大会出た時に、うん、帰りにね、あのカツオのたたきを食べました。メールで送ろう、覚えとこう。ね、空も送ろう。こんばんは。これも食べて。まあ、ね、それも楽しかった。うちらしか起きてなかったもんね。みんな寝てた。みんな寝てたっていうか、乗っとったって感じ、みんな、うん、え、でもさ、ストーリーにちょっと載せたよね。うんうん、匂わせてた、匂わせた。神戸公園、兵庫県の公演が終わった後に、妹を呼ばれて、ホテル着い、高知着いたの1時とか。マジびっくりした。でもね、楽しかったもんね、深夜テンションでさ。全然楽しかった。で、朝もめっちゃ早かった。6時メイク、ね、とかやって遅刻したもん。そうそう、そうだ、そうだ。でも、みんな
メイク全然間に合ってなかったから、逆にソラハのおかげでみんないい感じになってる。そうやし、そのおかげで、うん、サーとマヒナさんとスタッフさんで、うん、ホテルの朝食ビュッフェをバーって急いで、そう聞いためっちゃ急いで食べようって言って、食べれるって言って3人でバーって、ソラは朝起きた時にえみたいな、あのまま寝てしまっとって、待って待ってって思ってうわおもろやばかったもんね、本当に。あ、これも出てきた、うん、これも10月だ言うて、おお、意外と言ってるんですよね。え、そう、意外とね、うん、結構嬉しいわ、そらだって今日誰ご飯誘おっかなのあれにポンって出てきた時点でじゃない。え、好きやんなんかニヤついとるなんかニヤついとるそれ好きやん、きっと、きっと好きよ。嬉しかったもん、マジで。え、でも一気ドラさん、うん、仲いいってなったら片手に入るくない絶対。あ、まあ5人に入るらしいいや、でも嬉しい。3って言おうと思ったけど、マヒナさん、チホさん、アリちゃんもう入れたら。あ、そっか、そう、確かにね。そこには勝てれんわ、うち。そこには。え、でも出かけとる回数とかで言ったら千代さんより多い。あ、確かに、ね、それはわかる。推しメンとあんまり出かけれんよそう、予定が合わんのよ、そうちもね、うん、あれだよね、出かけたことは。でも同い年やけんさ、たちは。あ、そっか、うん、確かにね、うち3歳ぐらい違うからな仕方ないか、うん。え、そりゃ人からあんま誘われることがないからめっちゃ嬉しいよ。誘う人ばっかないよ、うち。どっちかっていうと。え、でもサラも誘う人、なんか誘われて乗るより誘う側の人。あー、確かにね。そもそもそうなんですよ。てか、あんま誘ってこん人がと仲いいかも、うん、あー、なるほどね確かに、ね、アリちゃんとか。あー、アリちゃんさんね、なんか人を誘うタイプじゃない人と仲いい、高校の頃から。友達もあんま誘うタイプの人じゃない人と仲いいかも。こんばんは。千穂さんを推し面枠に入れたら仲いいトップ3になるんだね。あ、まひなさん、ありちゃん、確かに嬉しいでも2期生入ったらもうブーブーンでしたね。だろ、2期生、うん、2期生入れたら10、え、2期生入れても10ぐらい、10人入ってるかな。うん、2期生入れても嬉しいわ、それは。さ、2期生でめっちゃ、あ、でもなんか胸息とかなっちゃんとかめっちゃでかきやったけど、うん、最近時間が合わん、うん、あー、確かにね。なんか一緒になることが減ってから、うんうんうん、って感じかもしれない。あ、ありちゃんは逆に一緒になってから増えたし、うん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 、それによる気がする。うちだから減ったんよ。あ、ありちゃん、うん、減ってギスギス感問題があります。知っとるん？え、知ってるよ。チリパで言ってるから。あ、そういうことか。そう、チリパで、もうチリパ、アリちゃんさんと去年3、4回出たもん。アリちゃんと喧嘩するとおもろ。喧嘩じゃないんだよ喧嘩ではないんだけど、ギスギス期間があったよ。面白い、それ。なんか、あ、ほんま、あわ、より合わんすぎて喋ること喋れなくなっちゃってみたいな感じ。うん、なんですよ、チリパ。全然今は元気ですよ。元気、仲いいです。カメラマンだと思われてます。でも天才カメラマンとか言われました。全然名前呼ばれんかった。え、そう、カメラマンとしか思ってない。え、この前ね、この昨日、一昨日か、うん、あの公演の時に、うん、あの田中美穂とアンナちゃん3人で喋っとって、うん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 、なんかまあどっか行こうねみたいな話しとって、うんうんうん、次どこ行くって言ったアンナちゃんが、うん、ディズニー行こうって言って、うんうん、あ、いいね、でいいねとか言っとって、うん、あ、でもピューロランドも行きたいみたいな、チケットもらったしみたいな、うんうん、この前のやつで、うん、チケットもらったしって言ったら田中美穂が、え、いいな、じゃあ私だけ自腹で行くよみたいな言ってきて、うんうんうん、え、でも2枚ずつもらったよみたいな、そしたら、あと1人行けるやんってなって、え、誰誘うって言って、そしたらその同時に工藤って言って、うん、田中美穂が、うん、リコチって言って、サラが、ソラハさんはって同時に言ったよ、うんうんうん、そしたら田中美穂が、あ、ソラハさん、カメラマンおーい、楽しませろ一緒にメンバーとして、あ、カメラマン、カメラ
なんでやねん。カメラマンって言って。いや、そうやけどな。そうやねんけど。で、それでアンナちゃんとサラで、あー、おらんのにって、最低ってリハしとる、マイカーのリハやってる時に。そう言っとって、田中美穂が、あ、ごめんそらさんごめんって言っとおらんのにいじってごめんって言っとった。いやそうやけどな。そうでも言ってる、ずっとなんか3人で行く時やったらアトラクションとかってさ、大体4人乗りとかやから、うん、全然乗るし、うん、もう写真も全然撮るからって言ってる。えでも全然4人で行こうってなる、うん、だから全員仲いいもん、うん、そら4人のあれが、うん、ね、どの222になっても、なってもね、うん、間違ってる、大丈夫、うん、そら全然余裕やもん。牛田の顔もたまじいける。ほんまにね、どことなってもいける。全員好きやからいけるんよ。しかも言ってくる人おらんと思う。その牛田の中はまたの中に入ってみたいな言うような人もおらん。あー言ってきた場合は、あ、それがください。でもカメラマンなんで揃ってませんっていう。3人の写真を撮ったのは私ですって言ったら、だからあの感謝してください、ね、いやでもね、本当にね、3人がね、ユニバぐらいなら全然行きたい。確かに。なんで夢の国はダメなの？違う、遠い。遠い遠い遠い、まあ、確かにね、遠いね、うん、確かに4時間かかるし、ね、飛行機でってなんかまあめんどくさいしね、うん、空港まで行くのも大変やし、なんか行くあれが遠い。確かにね、ユニバ行こうって言ったの無理だったね。ね、うん、空も切れちゃったもん。髪切れになっちゃった。そうも、次年パスにしてみようかな。年パスいいよ。だってあと1回行ったら年パスのあれになるぐらいの回数、ね、去年も行っとった。3回前回、次からね、2万円ともう1個しかないよ。だから2万円の買って、除外日多いけどなんか全然大丈夫そうやった。2万円今まではいくら、うん、2万と3万弱と、あ、3万、2万、その差は何の差。え、なんかその除外日行けない日が全部行けるか、ちょっと行けないかみたいな。なるほどか。そうそうそう。でもね、意外と除外日全く。でもチアが行くの大体平日やし。そうなんよね、土日逆に無理だ。行ける説ある、うん、逆に言ったら行ける、ね、でもしかもね、アンピもミホリも撮ろうかなってちょっとからさ、全然撮っちゃうよ、ね、行こうよ全然撮っちゃうよ。でもミホリが乗れないんだよね。あ、そう、え、でも、うん、乗った。うん、マジ。あの二人どっちも乗った。そう、なんか、うん、乗ろうっていう人がおったら乗るって言って、で、サラがもう乗りやって言って行ったら終わった後楽しかった。あ、分かる。アンピもそうだった。でもアンピなんか、ちょっともう無理ですって言うねんけど、乗ったら、え、そう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 、なるもんね。なんか行ける、誘う人がおったらいける、うんうん、大体そういうのって。じゃあもう2位行けるから、もう絶対。確かに確かに。しかももう断られたら2人で行けばいいし。確かにね。2-2で急に別行動。別行動。確かにな、行きたいな。そう、私いろんな人とユニバ行こうって言ってるんだよね。本当にやば。なんか行きやすい、大阪は。ね、いいよね。大阪楽しいよ。こんばんは。今日はサラピ様の家にお邪魔しております。どうも、シナノソラハです。今日一緒にご飯を食べました。嬉しい。めっちゃ嬉しい。え？前髪が今日やばい。ジャンプ。下から見たら、うん、犬みたい。うざい。確かにね、遠いし。こんばんは。こんばんは。今何時なの？タン。あれ、もう30分ぐらい経ったってことか。30分以上経った。早い。やばいよ、もう12日になっちゃう。別に何もないけど日付変わっちゃう。12日、うん、12日になっちゃう。やばくない？やばい、もう12日経ったんだよ。1月まで。やばい。え、やばい、やばくない？怖くない？怖い、怖い。え、怖い、やばい、もう2月だよ。おばさんになっちゃう。そうじゃん、2月19日覚えた、ミスターさん。気づいた今。ミスさんと一緒。覚えとるって思ったけど、ミスさんで覚えてるだけだ。ごめんごめん、正直に言います。ミスさんと一緒だから。そういうことや。覚えてました、2月19日、うん、でも全然意味わからんとこ行きたい。京都とか、え、なんかそのテーマパークとかのありきたりな場所じゃなくて、うん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 、全然普通にもう意味わからん場所に行きたい。旅行したくない。え、そう、そういうところに行きたい。わかる。旅行先ってどこがいいんだろうね。こう仲いい人たちと行くの。やけんこそテーマパーク、うん、テーマパークって別になんか、あ、でもあれか、長い時間待つけん仲良くないと無理っていうのもあるか。うんうんうん、うん、それはでもある。テーマパーク行けばどうにかなる。え、わかる、ね、仲良くな、なんかだから絶対喋るくない。うん、うん、逆に仲良くなれる、めちゃくちゃとも思う。うん、どこがいいんだろうね。四国とか、あれ行きたい。香川行こうよ。
香川行きたい。行きたい。四国水族館？それ違うか。香川のあの思い出してよかったの。あ、オリーブ園。可愛いよね。サが行きたくなるのは映えのとこ。確かに。ああ確かにね。仲いい子私は近場で済ましちゃう時もあるね。今日もだ、だって今日も これの時点で。うん。超オフだ。オフよ。ね。もうソラハもやばいもん。超だるぎで今日行っちゃったもん。こんなオフで行けるのも。うん。心を許してるから。うん。温泉。温泉行く？ね、あんま惹かれないちょっとあんまり惹かれない。確かにね、温泉入ったらもうすっぴんでさ、うんうん、写真撮らないといけないもんね。写真どういうこと？撮った後にさ、うん、え、でもあれ楽しかった、あの七並べのやつ。え、楽しかった、うん、あれ楽しかった。あれガチで楽しかったんですよ、マジで。あれは楽しかった。ね、七並べのお正月、今年、去年の今頃ぐらいじゃないの？去年の今頃ぐらいだよねにロケに行って愛媛だったんですけど、だってさ、お金渡されてさ、え、そうやってさ、めっちゃ楽しかった。でもチームももう一つに決められたけん、うんうんうん、あれやった。確かにね、バラバラとできませんかった。1年前、1年前ぐらいだよ、本当に。そうだ、早いね。1月11日。そう、道後温泉とその周りとタオル美術館とか行った。あ、行った。うん、超楽しかった。めっちゃ楽しかったん、ねえ、わかる。今日は泊まりませんよ。泊まっていい？ダメ絶対一緒のベッドに寝させてくれ。そう、絶対この床になる、もしなったら。うん、そうよね。え、この時にもさ、結構仲良くなったイメージ。割と、え、だってもうこれ山賊行った後だもん。ああ、仲良くなってたけど、より仲良くなったイメージがある。ちょっと光を止めて。ねえ、わかる。楽しかったな。あ、食べてたね。時間なかったけど、でも写真ないよ、これしか。あれ、一緒のね、ピアじゃなかったから、うん、私がまいちゃんとで、みたいな。そう、サラはなべゆき。うん、ドラ、なんか2期生、1期生、ドラさんって感じで分かれてたよね。で、次オッチとなろうねって言っとったら、うん、もう2回とも同じチームで行けって言われて、うん、ああ、そう、変わらずやった。え、サーヤンどこのチームやったん？え、南さんおった？おらんっけ？いや、南さんとかやった気がする。ああ、そうやね、うん、南さんとユミリンさんやった気がする。確かにね。うん、楽しかった、めでたくじゃん。いちご狩りは？いちご狩り？うん、いちご狩り、いちご狩りに行くかってこと？うん、確かに。私一緒、え、あれってさ、何時間以内だったら何個でも食べていいんかな、ああいうのって。私行ったことない。もぎ取れる分あれば。え、マジ？そんなんずっと食べるけど。え、大丈夫そう？もぎ取れる。いけるやん、だってそんな。 STA の二次審査何しましたかって。受けた子かも。今からの、え、今から二次審査なのかな。すごい、頑張ってください。2回あったんやっけ。あれ、もう終わった？会場によってあれなんかね。うん。ソラハは STU の1期生の時は、うん、30秒以内でなんかしてくださいって言われて。へえ。で、30秒経ったらあのレジとかにあるさ、あのチーンってあるじゃん、あれ鳴らされるの。あれ鳴らされて終わりだよ、ほんまに。終わらない。あの神戸会場でさ、楽屋だったとこあるじゃん、うん、あそこなの。どこどこどこ。あの兵庫でさ、この前やってさ、こうやって、あそこの楽屋が本当にオーディション会場だった、あそこが。あそこでチーンって鳴らせる。狭くない？え、で、向こうにカメラ、審査員の人がブワーっとおって、10人ぐらいおって、で、ちょっとここら辺に。何した？喋った？私は、めんめんこらえ、え、じゃあ、なんか喋って、なんか喋った後に、あの、徳谷健太なので、ちょっとやりますって言って、めんめんってチーンって鳴らせる。面白落ちたそれ。いや、なんで受かってる、受かってる、受かってる。でね、なんか反応的にね、シーンって感じだったから、こっち新キャラに、あ、もうこれ絶対落ちたわって思ったら受かっとったんよ。ほろめーめーって。さ、何もしてない。嘘。
二次審査何してたのね。確かに ST はあの2期は項目選べて、あのやつ、なんか言ってたね、歌とか歌、ダンス、うん、ムードメーカー、瀬戸内愛、その他みたいな。あーすごっ。さらその他何したので喋った本当に何もしてません。私のは参考にしない方がいいです。へー、私は喋っただけなので。でも特技とかがあったらそれを全面に押した方がいいかも。え、そうさ、本当に何もなくて、うん、ただ喋った、うん、ね、特技あったらあれかもしれない、いいかも。ただ喋っただけです、うん、あれじゃない STU がさ今持ってるさ、例えばさサックスとかあるやん、うん、じゃなくてそういうのじゃなくて、なんかまだ誰もやってなさそうなやつをやればいいんじゃない、うん、もしあったらですけど。え、ドラフトの時どうだったっけな。でもね、各劇場の支配にいた気がするの。ほんまに。で、めっちゃ緊張してる子とかには、うん、大丈夫だよってめっちゃ話しかけとったイメージがあって、え、めっちゃドラフトの時はめちゃくちゃ優しかった。へー、何したやろな、うち。でもさ、HKT の時、うん、あ、2時行ってないや。あ、そうだ、行ってない、行ってない、なんで行ってない。いや、行ったよ。それだったらもう、はい、合格やけど、書類で合格。何したか覚えてないよ。え、何したっけ。でも覚えてないよね。三次審査とか何もしてない気がする。めっちゃある。 STU はめっちゃ覚えてる。そこ STU はめっちゃ覚えてる。1時はもう普通に書類送って、2時がそれで、最終はだってもう会いたかったじゃん。会いたかったか。逆にやってないわ。会いたかったじゃん。確かにね、会いたかった。クレドホール、私少女たちだったよ、ST。 で、しかも全然本気じゃない振りだった。へぇ、うちらは覚えてきてくださいだった。そしたら分かるし余裕だしと思って、うん、見らんかった。あ、で、読めた。かっけぇ、さすがやね。え、あれ、あれだよ、いたやつ。え、あれ、うん、あれがもう最終審査だ。え、あれ3時最終。え、みんな半パンで踊ってたね。だって、うちら最終はみんなが決めるよ、やってけ。すごい。そうだったんだ。 HKT の時は書類が受けてなくて、うん、2時でも本当に2時もどうせ喋っただけない。あ、歌った。うせやん。いや、歌ってない。何やねん。え、その2次審査何にも記憶にないかも。え、でも喋っただけだと思う、多分。あ、もしあれだとするね、うん、で、最終は歌ったわよな、うん、そうだそうだ、歌うよね。あ、ダンスやったかも。うせやん。 HKT の時やったかも。なんかその場で振り入れやられて、うん、え、全然2時なのに。うん、いや、最終最終最終、ね、歌があってダンスみたいな、うん、歌に受かった子がダンスに行くみたいな、うん、そんなでやった気がする。で、ダンスはマジで、サラはなんか HKT の曲と思っとったけ、うんうん、ああ余裕余裕と思っとったら、なんかもう意味やから、もう今やる基礎みたいな、基礎レッスンみたいな、うんうんうん、ヒップホップみたいなやつで、うん、踊れやしねって感じだった。あるよね。さあ、それだけです、受けたのは。ドラフトもそうだったもん。ドラフトめっちゃ見とった、サラ。マジ。もうちょっと合宿行ってみたいと思っとった。あ、マジ、うん、楽しい。あの、終わった後、終わった後が超楽しい。みんなでご飯食べて、みんなで、そう、各部屋、色に分かれて部屋行ってみたいな。超楽しかった。もう超、イエーイとかやって言っとった。でもコンビニとか行けれんのよね。あ、だからちょっと悲しいけど、みんなでワイワイしとった。マベビマベマベアラララララララ。え、でもね、やってない。1回目よりかは全然あれだった。ああ、2回目とかよりかは本当に、うん、なんか歌がめちゃくちゃあったわけじゃないよね。そっか、その時あのサラが見とったあれにいたんだ。え、あ、いた、ね、多分いたんじゃない。でも影薄かったよ。まあ、ガリガリやし、多分ね。映ってない。ガリガリ関係ない。ガリガリだから映ってなかったんだと思う。本当に。面白。ほんまに。マジでガリガリだから多分映ってない。面白すぎる、それは。本当に。そうだよ。私が所属してた赤チーム全員アイドルになったんよね。すごくない？10人グループで、まあ、1人辞退しちゃったんやけど、うん、他は受かったし、落ちた子は次のオーディションで受かったし。サドシも。あの会場何個かに分かれとって、時間も分かれとって、うんうんうん、その分かれとった二次審査の広島会場の2部かなんか、うん、サラがおったところは、うんうん、ほぼサラ
ミリア、レイカ、田中美穂、ミッセンちゃん、うわ強っの5人と、なんかもう一人、あと一人めっちゃ可愛い子ってさ、めっちゃ可愛いと思った子が目の前におったけど、うん、あれで、あの最終のあの顔の時点でおらんかった。あ、なるほどね。多分名前出したりするのが嫌やったんかなと思ったけど、めっちゃ可愛かったその子。会いたかった。可愛いって思った子おったけど、おらんくなっとったけど、そこその後に、やけ21、22、23、24、25とかその辺の番号の塊。はい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 、強っ。すごいね。すごっ。確かにドラさんもね、 ST もニキもね、投票って感じだもんね最後。確かに確かに。うわ強いな、その辺かっこいい。どうだったっけな、もうなんかオーディション懐かしいわ。ああ、PR 動画も撮ってたね、なんかみんな懐かしい。え、あれひどいよ、ほんとに。今やけに言えるけど、ほんとに前日とかに明日の夕方の6時までに撮って送ってくださいみたいな来て、ええってなって、そんなもう、え、どうしたらいい、えってなって、やけさらはあの友達に、うん、ねえねえ、みえちゃん動画なんか撮らんといけんけんさ、映ってよって言ってえ、いいよって。多分その友達も、うん、そんな YouTube にあんなって、うん、まだあるよね。え、そう、早く消してよ、本当にそう、それを載せられるって思ってたから、いいよって言われて、うんうんうん、2人で学校終わって、うん、撮って。でもみんなすごいね、クオリティっていうかさ、しかもちゃんと日が暮れる、うんうんうん、けん、うん、もう最初何回も笑って、うん、もうまともに撮れんくて、でやっと撮れたら、なんか友達、サラちゃんはもういつも、いつも会うたびに、うん、友達と、うん、その友達と今でも帰ったら会うけん、うん、いつも話してる。でも顔変わったくない？え、おえ、美人やね。なんか、ハーフチックな感じせん？髪の毛とかやっぱ染めたりしたら全然違う。うわ、二人並んだったら強っ。ボツ動画とかいっぱいある。うせや、消してないの？消してない気がする、うん、いいよね、そういうの。本当に爆笑して、もう、うん、なんかみたいな笑って、トレンクで、いや、あるよね。で、どうするってなって、でも日が暮れて、まあ、もうこれでいいかって言って出した、うん、あんな YouTube にさらされた、ね、しかもいろんな方に見られるっていうね。しかも再生回数なんか多いし、すごいよね、ほんとに。もろい、もろ、今考えたらめっちゃ面白い。どれやっけ、失敗して。うちも PR 動画あるわ、めっちゃ3、4個あるわ。私の大好きな人を紹介します。友達のみゆかんです。めっちゃつぼったり、もうつぼりすぎて。でもなんか可愛いな、あんた。いや、つぼっとるやつ。私の全部つぼってる。面白い。マジで本当につぼっとった。かわいいな。懐かしい。確かにな。すごいな、そう思うと。かわいい。ね、面白い。懐かしいもん。で、前髪やっぱ綺麗だね。学校これで行った。かわいい。学校の時からこれだった。これを癖と言い張った女。え、癖や、ほんと頭髪検査で怒られる。めっちゃ可愛い。あ、やばい、やばい、ずっと止まっとった。いや、止まっ、それ可愛い。充電が直毛の子が、あ、違う、髪の毛くるくるの子が直毛にするのは怒られんのに、サラ、うん、みたいにまっすぐの子が巻いたら、うん、巻くって言って巻くじゃない、前髪のあれをしたら怒られるよと。それで通ってたんだね。え、癖です。え、可愛い。癖ですって言い張っとった。めっちゃ可愛いやん。癖です。可愛い。これめっちゃ初期のやつ。誰？サラ。一番最初のレッスン、多分、お披露目。え、踊り上手くね。え、一番最初これ。え、え、めっちゃ踊れとるやん。うちら全然踊れんかったよ、ドラさん。嘘。合宿の時とかも、サラはこれ振り知っとるしと思っとった。うん、あーね、うわ、そういうことね。
誰？ウニウキ。え、サラピうまっ。ウニウキ。ウニウキ。最悪やな、ほんまに。最悪やで、ね、人のダンス見てさ。これ見て、これ。違うよ、これさ、どういうこと？え、これさ、これ何回やってこれなの？え、その日。そのフリーでやって、うんうん、なんかあの、踊れとるかを確認するためにお互い撮りましょうってなって、はい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 、こう撮られるみたいな、うん、撮り合うみたいな。サラピめっちゃそう思うとうますぎ。なんかそんなんだった最初。パセリ。ああ。前胸来てこれ見て笑ったもん二人で。え、サラピうまっ。え、じゃあやサラピがうまいんやって。普通がこうなんだって絶対。最初？うん、最初はこんなんだよ。もううちら、ゆうかちゃんサイドステップできんかったって聞いたことない？ ある。やろ？面白いよね、この動画消さんくてよかった。ちょっとさ、いつか出してほしいわ。めっちゃおもろい。なんかおもろいっていうか、めっちゃ初期。ほんまに、でもこれを見ると、あ、みんなすっごい成長したなってなるわ。あ、これ田中美穂たちと、うん、撮ってた。めっちゃ可愛い。ずっと田中、え、本当にこの頃から田中美穂とずっとおる弥生とか。あんた顔強っ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ずっとおった。うわ、この携帯欲しいわ。マジで。初期のアーシアの時、謎に間違えられて、うん、アリちゃんの履かされて、めっちゃちっちゃくて。かわいい。私なんかそういう動画がないんよな。消えた。いや消えたっていうか動画とか、うん、写真とかもう全部消したっていうか動画を保存してなかったんだよね自分。でも LINE も変えちゃったからな。でもさらもう全然ない方だとは思う。ああ。誰？田中さん。田中さん。この時美穂ちゃんって言ってる。本当だ、美穂ちゃん。初期の東京、これちょっと田中美穂卒業前に出しとこう。え、ね、なんかさ、美しいわ顔が。なんかに出しとこう。ね、本当に可愛い。めっちゃ可愛いこれ。で、みんな置いてきぼりだよ。うちらこうやって頭してさ。大丈夫、想像してくれとる。え、本当に？声しかお届けできてないんですけれども。めちゃくちゃいいね。私そういうのないわ。そういうのないわ。めっちゃ可愛い。マジで。美穂ちゃん指。ほら、こんなんいっぱいあるよ。この頃見とった頃。え、私もね、そういうのあったけど、もう消した。そういうの全部。そう、あった。かわいい。かわいいな。消さんのんやね。消してない。ある。これ、アリちゃんさんと一緒に、髪型一緒にした時はなんか。これ？うん。なんか顔やつれとる。なんかそうだね、田中美穂の卒業前に出そう、ね、慣れてるだってサラピのバンド人はこういうのが慣れてる。あ、そういうこと。安心。そらの大丈夫ですかみんな。あ、やばい、50分らしいよ。やばやば。え、もうバイバイじゃん。バイバイ。え、早っ。あ、これさっき話しとった宮島。あー、え、怖い。めっちゃ前。怖い。これ懐かしいね。あ、これはみんなに見せれるよ。あー、ちょっとなんか光飛ばんか。え、懐かしい。いや、3周年かな。あ、そうそうそう、3周年のホテルでやったやつ。懐かしいわ。かわいい。めっちゃかわいい。懐かしい。撮ったねって感じ。あー、かわいい。懐かしい。かわいい。あ、ほら、これも残っとる。え、かわいい。こんなスクショしとる自分、かわいい。え、そういうのはでもうちもスクショしてるかも。千穂さんが多分ツイートしてくれたのかな。この頃吉田ちゃん呼び。吉田ちゃん、やっぱ吉田ちゃんとかね、サラピちゃんとか言えるんだよ。サラピと。え、しかもその頃サラやった。で、サラちゃんが2人おるみたいな感じだった。懐かしい。確かに懐かしい。これドライブインライブ。隙間から撮りよう。それな。うん。
こにおるんやで自分ね。ね、合体して合体して、うん、リトチャとチャートリー。でもなんか懐かしい子を見たら、いろいろ全部わかる。可愛い。ソラさんとのツーショットはちょっとずっとないかな。うん、なんかないよ、ね。あ、あるよ。あ、この日めっちゃ覚えとる。一緒やったよね。なんか色味が似とって、服の色味が。待って、死ぬ。え、それでもうるさい。え、なんか距離感感じない？サラピ顔大丈夫そう？それそっちにこっちにも見せて。ね、ね。嫌がってるだろ絶対サラピの顔。ね、サラピの顔絶対嫌がってると思うんですけど、どう思います？もっとさ、いいや、初めてのツーショット撮ろうよ。ねえ、おもろ。見て見て、めっちゃ笑ってないサラ。ねえ、ね、絶対嫌じゃん。私と撮るの絶対嫌じゃん。めっちゃ笑ってない。え、しかもね、これね、多分あれだよ、あの、私撮るの嫌なんで撮ってもらえますかみたいな感じだったのかな。嘘。え、多分そうだけどするよ。見て、それでひなさんとこれ。うわ、最低。最低やん。同じ日なのに全然違う。見て、ひなさんとはめっちゃにっこり。最悪やねん、最悪やねん。ひなさんとめっちゃ笑っとって、ソラさんとはこれ。ねえ、最悪。ネタすぎやろ、もう。おもろい。ねえ、ねえ、あ、でもほら、絶妙なスリーショットもある。田中美穂。待って、やばい。幼い。うん、てか私誰？確かに私が誰なんやけど。変わったね。うん、全然違う。違うのかも。ね、面白い。これが初ツーショットかもしれん、もしかしたら。え、ちょっと嫌だ。え、じゃあ絶対そうだと思う。え、そうだよね、うん、そうだわ。え、なんかその後に服も似てる時あったよね、茶色と白でさ。あ、あった。ね、あったよね。あったあったあった。で、ツイートした記憶してある。撮った撮った撮った、めっちゃ覚えとるそれ。もうあん時はまあ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 仲良くなったりとか喋ってた気がする、その時より。フラワー。あー、え、なんか覚えとる、なんか撮らせてって言われて。あ、そう、フラワーフェスティバルの時。え、撮った。何の写真って思う。あ、これでしょ。うん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 。何の写真って思った記憶がめっちゃある。そうで、ツイッターに載せたんですよ、フラワーフェスティバルの。そうだ、こう、にぎせちゃん。いやー、え、サラピ可愛い。やばいな、マジで。かこれ可愛いか。え、めっちゃ可愛い。あ、そう、この時も怖かったんよ。これ？これ、うん。これ何したっけ？あのさ、料理作って誰が何を、うん、あー、でもさ、何も言ってない。え、でもそれでもなんかさ、イメージよ、それも。声しか聞こえんのんよ、こっちで。誰の声かもわからんからさ。で、イモスのね。そう、うん、これは料理を作って、なんか千切りキャベツが、なんか私、うん、ちゃんと千切りやったことないよね、うん、で、いや、でも頑張ってやったんだけど、うん、全然ちょっとさ。え、それディスったの？サラ？リンコじゃなくて。いや、リンコちゃんだったよね、うんうんうん、でも、それもサラと元だったの。そう、本当にね。サラ言ってないよ。そう、サラピが言ったわけじゃないのに、そのイヤホンでしか聞いとらんから、誰の声かもわからんから、まあ、勝手な偏見で、あの子が言ったんだろうって。うっすCM なの時。そうなんですよ。あなたよく喋るわね、だって。そうなんですよ、よく喋る子なんですよ。あ、これあれ流したやつだ、ドラさんのなんとか。あ、沖さんに言われたやつ。流すような動画じゃないって言われたやつ。そう、この前ね、ちょうどね、見たんよ、今やっとるから、ドラさんのやつ。あれなあれ。こんばん。え、今何時？15。今5時5分だ。この辺から仲いいんじゃない？うん、仲いい仲いい、全然。どういう顔？じゃ、変顔しか全然ないよな。で、ここ、もうこれ、山賊用に行くって言ったのね。めっちゃ笑っとる、サラ。それな、楽しそう。楽しそう。かわいいわ、これ。こんばん。そう、ブス、え、大丈夫そう。大丈夫そう。めっちゃブスな感覚だけど、この日の写真いっぱいあるね。あ、だったね、うん、サラピン嫌われた。でも山賊とか。ああ、え、もうほら、ここ仲いいもん。もう仲いいもんね、うん、全然余裕で仲いいわ。このカフェまた行きたい。え、行こう、ね、食べたい食べたい食べたい。ほら、ドライブインの時。ドライブインじゃねえや。え、かわいい。クリコンじゃないや。かわいい。あー、桃鉄とかじゃない。でも桃鉄とかだ。うん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 。この時仲良し？うんうんうん。あ、覚えてるよ。セトラブ。セトラブだ。セトラブの表情式。もう仲いいけ。もう仲いいわ。まあもう余裕。こんばん。存続のメンツはびっくりした、だって。確かにね。その前の
やつでね、仲良かったんです。妹その時に仲良くなって行こうってなったんでしょ。そう。ランキング読もう。うん、どうぞ。ギフトもね、ありがとうございます。そうだ、ギフトありがとう。読めてない、本当にごめんなさい。48位サイマッチソン、24位マクン、13位タークン、12位奥駅さん、11位ココールワンワンさん、10位 MJ さん、9位ピルシさん、8位イトちゃん、7位タネさん、6位おいでます元気さん、5位ゆーちゃん、4位カズマさん、3位ミーさん、2位朝香さん、1位赤ヘルさんとさん、ありがとうございました。どうぞ。はい、13位帝国さん、12位コロコロさん、11位スージーヨシさん、10位バンジェラモンスターさん、9位 TT さん、8位カイトさん、7位スーさん、6位アリンコさん、5位ミロさん、4位天然ウナギさん、3位トシさん、映っとんか、うん、タムタムさん、そして1位アイキャスさん、ありがとうございます。てなわけで早かった。あっという間だったね、1時間ちょっと。じゃあ今度2時間半ぐらいやる。ようやろうや。何にしてたか、絶妙な2時間半そんなやろうやろう、なんかやろうや、やろう。ほんま、いつでもまたご飯誘ってください。誘います。いやー、2時間半ね、楽しかった、マジで。眠ったい、乾燥してきた。ああ、ね、確かにあるよね。ありがとうございます。ドライアイ、ドライアイ見に来てくれてありがとう。2時間半もないです。うん、2時間半タコパで、いいね、タコパいいね。あるよ、機械。うちもあるね、色違い。あ、うま、B からブルーの。あ、そう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 、普通に言った B から始めたやったっけと思ってブルーの、ブルーの、アイボリー持ってる。それ青い、青いやつだ。水色っぽいやつね。ホットプレートと、あとなんかマフィンのやつがある。で、そう、あれ使うくない使う、あんま使ってないうちなんかめっちゃあれ、多分6枚ぐらいのやつない、うち、うん、あるある。鉄板ね、そろいじゃん、一緒にやる。確かに2個並べたらおしゃれじゃん。確かに、え、店やん。なんかじゃあしよう、ね、しよう、マジで。59分だ、やばい、終わっちゃう。ありがとうございました。バイバーイ。明日も頑張ってくださいね、お仕事とか。バイバーイ。ゲリラなのにありがとう。いつもゲリラだよいつもゲリラありがとね。バイバーイ。いつ終わるんだろうな。おやすみ。バイバーイ。こういう時って意外と長かったりする。そうなんだよ。まだ59分だもん。イエイ。バイバーイ。お。とか言っとる間に終わったかもしれない。え、やばい。終わったかもしれない。あれ？終わったから。あ、意外とあるよ。だってまだ59分。全然。超かわいい。あ、そう、もうそれ古いんだよ。え、とかでブチって切る。